ここ湯気崎海岸で撮影されたものが数多くございます。どうぞ景観美をお楽しみください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく深浦に到着です。降り口は右側です。降りの際は落とし物お忘れ物なさいませんよう気をつけください。深浦は江戸中期から明治にかけて北前船の風待ち港として賑わいました。歴史民族資料館や風待ち館、遠隔地などがございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく深浦に到着です。Thank you.